こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。英国のメディアザ・サンの米国版ザ・ユーエス・サンが中国の秘密のロケット基地の場所を素人が Google マップで見つけたと報じました。そこで今回私は Google Earth を使って中国西方の人民解放軍のロケット秘密基地 と言われる場所を探してみました。今日はそのことについてお話しします。5月20日の日本経済新聞一面のトップ記事は、中国、日本の航空自衛隊機の標的設置か、空中司令塔 A ワックスに似た物体を中国の砂漠に衛星で確認、台湾有事の場合、日本に攻撃の懸念、 という記事でした。中国西方の広大な砂漠の中にミサイル砂漠場があり、そこに日本の横須賀基地そっくりの形の不団や護衛艦などが並べてあるというニュースは、今から3年前の2019年にも報道されているので、決して新しいニュースではないのですが、空中司令塔と言われる A ワックスが置いてあるのが見つかったというのが、 日経のスクープだと日経は判断してトップ記事になったようです日経の記事には滑走路と飛行機型の物体が Google Earth に映っていると書いてあるので私はこの記事を見て自分でも Google Earth で探してみましたしかし日経の記事には緯度と経度やその滑走路や飛行機型の物体が どの都市から何キロメートルとかの情報も載っていなかったため、簡単には探し出すことはできませんでした。そこで私は、その情報がネット上にあるかどうかを検索してみたのですが、つい先日の5月9日付のザ・ U.S. さんの記事を見つけました。その記事は、日系の写枠上とは違う場所についての記事なのですが、Google マップのユーザーが、 砂漠に隠された秘密の中国のロケット基地を発見したというニュースでした。日経と違ってこちらザ・ US さんの方は中国の秘密のロケット基地の場所が緯度と経度でしっかりと書いてありました。さすがです。その位置は北緯38度、東経八83度付近でした。そこで私は Google Earth を使って その場所を検索してみました。すると、しっかりと中国の秘密のロケット基地と言われる場所が Google Earth で表示されました。やり方は Google Earth の虫眼鏡マークをクリックして、検索枠に緯度と経度を入力します。緯度と経度は半角のカンマで区切って、半角のスペースを間に入れます。すると、 秘密基地とされる場所がすぐに見つかりました。ロケットのローンチパッド、打ち上げエリアと見られる場所が中国西方の広大な砂漠の中にいくつか点々と見られ、そのローンチパッドの一つに近づいていくと、ロケットそのものか、もしくはロケットの打ち上げタワーと見られる構造物の影が 地面に黒々とした長い影を投じているのが見えますその隣のローンチパッドでもやはり似たような長い影が強い太陽に照らされて黒々とした影を地面に投じています付近には通信施設のかなり高い細い棒状の鉄塔が影を投じていますし 通信塔の本体そのものも見えますその近くには燃料タンクのようなものが4つ見えますそのそばには数階建てと見られるビルがいくつか立ち並んでいますアパートもしくは事務棟でしょうかさらにその隣には化学プラントのような施設が見えます ロケット燃料のための生成施設でしょうか化学プラントの横には青黒いため池が見えます。化学プラントとこのため池は長いパイプでつながっているのが見えるので、化学プラントで使う工業用水でしょうかこれが施設の前景です。 ざっと見て一番奥のローンチパッドの端から手前の端まで 5km 四方ほどはありそうです。ローンチパッドはすべて数えてみて大きいものだけでも10箇所程度小さいローンチパッド風のものも含めると15箇所くらいはありそうに見えます。エリアの一番端に赤く染まった場所が見え 赤い屋根かなと思って近づいてみたら建物ではなさそうです。何らかの化学材の廃棄場所のようにも見えます。ロケット技術の専門家の方ならばこの赤い色が何を示して何の場所であるかお分かりになるかもしれません。周囲は延々と不毛な砂漠が地平線まで続いて見えます。 施設の近くには砂漠にあるとは思えないような立派な道路が建設されていて道路の両側だけ街路樹が緑色に見えます Google Earth をズームアウトしていくと砂漠に新疆自治区という文字が現れますさらにズームアウトしていくとこの場所が インドやネパールやタジキスタンやパキスタンに近い場所であることがよくわかります。ご興味がおありでしたら Google Earth を使ってご自分でも探してみてください。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた